どうも、ウェブコンサルタントの本橋平介です。今日は無名でもチャンネル登録1000人達成する YouTube 戦略についてお伝えします。はい、実はこのチャンネル3月から本格的に力を入れ始めたんですが、今日85日目にして無事1000人達成しました。いつも見てくださってありがとうございます。コメントとかも嬉しいので、ぜひぜひね、感想などコメントしていただけると嬉しいです。で、今日は、そんな僕のように、有名人じゃなくても、芸能人じゃなくても、チャンネル登録を増やしていく具体的な戦略についてお伝えします。で、チャンネル登録の推移がどういうふうに上がっていくかというのが、実際こんな感じです。はい。ですので、今、チャンネル登録なかなか伸びずに大変と思ってる方、辛いと思ってる方も、これ後から伸びが急激にパーンと上がってきますので、ぜひですね、心くじけずにやっていただければと思います。はい。僕も200人から300人に行くのは31日かかったんですけれども、900人から1000人に行くまでにはわずか5日しかかかっていません。ですので、ぜひぜひ頑張って続けていってください。コツがわかると狙ってヒットが打てるようになりますので、ぜひ今日の動画も参考にしていってください。では、チャンネル登録1000人増やすための YouTube 戦略。1つ目。これは、チャンネル登録をする理由を作ってあげるということです。YouTube やってる方、よくチャンネル登録よろしくお願いしますというセリフ言ってる方多いと思います。が、チャンネル登録よろしくお願いしますだけでは、チャンネル登録者数は増えません。これ、例えば、どうでしょうか？道端でいきなりあなたが知らない人に、YouTube のチャンネル登録してくださいと話しかけられたらどうでしょうか？怖いですよね。しかも、チャンネル登録しないと思います。でも、もしそれが1000円分の商品券をプレゼントしますので、YouTube チャンネル登録してくださいと言われたらどうでしょうか？さっきとは印象がちょっと変わるかと思います。で、これが大事です。で、YouTube で動画上で、チャンネル登録してくださいと言っているのは、さっきの道端でいきなり声をかけるのと同じなんですね。あなたのことを知らない人、あなたに一回も会ったことない人が、いきなりチャンネル登録をしてくださいと言われても、チャンネル登録する理由がないとしてくれないです。ですので、チャンネル登録する理由を作ってあげるというのが大事です。これ間違いやすいのは、良い動画だからといってチャンネル登録をしてくれるとは限らないです。もちろんチャンネル登録をしてくれる人もいるんですけれども、良い動画だったとしても、その動画に満足して、他の動画を、次の動画を見に行くとか、そのまま画面を閉じるということはよくあります。ですので、そういった満足した方がチャンネル登録をするアクションを促さないといけないです。実際僕は YouTube や SNS などのウェブを活用してビジネスを広げていくというコミュニティ 4U というのを運営しています。で、その中でも YouTube を頑張る人たちで YouTube という部活を作って、日々情報交換をしながらやってるんですね。で、もちろんその中には僕よりもチャンネル登録数が多い人もいるんですが、僕はですね、その中でも再生数に対してチャンネル登録をしてくれる割合が一番高いんですね。つまり少ない再生数でもチャンネル登録を獲得しています。で、そのなぜ獲得しているかという理由の一つがこれなんですね。チャンネル登録をする理由を明確に作ってあげてます。具体的には、例えばこの動画だったら YouTube のことを話してるんですけども、動画の最後に、今回は YouTube を伸ばす方法にお伝えしましたけども、チャンネル設計の仕方、概要欄の書き方については他の動画でも紹介していますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。となると、チャンネル登録する理由ができるわけですね。忙しい方は今すぐ全部見れないかもしれない。見れないからとりあえず登録しておこうっていうふうになるわけです。とか、別の方法で言うと、YouTube の、チャンネルの伸ばし方をお伝えしていますが、他にも Instagram の活用方法や、オンライン化をして売り上げを上げていくという方法についてもお伝えしますので、というふうに言うと、チャンネル登録する理由ができますよね。はい。YouTube の伸ばし方を知りたいっていう人は、おそらく他にも SNS を使って発信をしていたりとか、発信をして売り上げにつなげていくっていうことをやりたい人が多いと思いますので、そういう人たちが登録する理由を作ってあげる。こんなイメージです。とか、僕はウェブ業界にいるので、ウェブの最新情報についても入り次第すぐにお届けしますので、チャンネル登録お願いしますと言うと、自分ではね、忙しいから、ウェブの情報を集めるのは大変だから、とりあえずチャンネル登録しておこうというような心理になるわけです。これが、僕の例ではあるので、皆さんのチャンネルに置き換えて、じゃあチャンネル登録する理由って何だろう、これ絶対チャンネル登録しておきたいなというメリットは何だろう、メリットをどういうふうに提示できるかなというふうな形で、動画の冒頭や最後にそれをちゃんと言葉にしてお伝えをする。これがチャンネル登録を増やすコツになります。これが上手にできるようになると、あなたも少ない再生数でチャンネル登録が増えてきますので、ぜひやってください。今やってる方はちょっと見直しをしてみると、チャンネル登録の数が変わってきますので、それもぜひ試してみてください。2つ目、再生数を増やす動画とチャンネル登録を増やす動画は違うということを知っておくことが大事です。もちろん再生数も多くてチャンネル登録も増える動画もあります。が、
実際僕の中でもチャンネル登録が一番多い動画っていうのは再生数が一番高い動画ではないんです。ですのでポイントとしてはチャンネル登録を増やしたいという目的のためにはチャンネル登録が増える動画を量産していくということがポイントです。じゃあどうやったらいいのか、答えはアナリティクスにあります。はい、皆さんアナリティクス見ていますか？アナリティクスもめちゃくちゃ大事です。僕も本格的にやろうと伸ばそうと決めてからは何をやったかというと、一番時間をかけているのはこのリサーチとアナリティクスの分析です。リサーチ分析。もうこれで勝負が9割きます。大事なのは動画じゃなくてリサーチと分析です。もしあなたがもう動画の本数を、まあ、結構上げてるという方であれば、ぜひアナリティクスを一回見てください。再生数が多いのとチャンネル登録が多いのはちょっと変わってくると思います。ですのでアナリティクスの場合はチャンネル登録数が動画ごとにどの動画からチャンネル登録が多いかっていうのを分析することができますし、まあ、その多い順に並び替えることができます。それを並び替えてチャンネル登録が多い動画と同じようなタイプの動画を作っていくと登録数が増えやすいです。なかなか伸びてない中にもあなたのチャンネルの中でも伸びてる動画っていうのは必ずあるはずです。ですので伸びた動画があればそれと同じような動画を作るということが大事です。一回やったから終わりじゃなくてそれと同じ傾向なのをポンポンポンと出すと同時に伸びていきますので、ぜひやっていくといいです。アナリティクスの見方が分からないという方はアナリティクスの見方の解説動画も作ってますので概要欄貼っておきますので、よかったらそちらも見ていてください。でアナリティクスはまあ本当に大事です。まあ、僕昔会社員の時にまあすごい仕事ができる上司に言われた言葉があります。それは数字は嘘をつかない。大事なことなのでもう一回言います。数字は嘘をつかない、つまり答えはアナリティクスの中に入っています。ぜひ見て分析をしてみてください。アナリティクスとあとはリサーチですね。リサーチどうやってやったらいいのかというのはまあやると、まあ、それだけで動画が30分ぐらいになってしまうので簡単にポイントだけお伝えすると、例えば他のチャンネルですね、自分と同じジャンルのチャンネルを調べます。もしくは同じジャンルの動画を調べます。まあ、そこでついてるタイトルはどんな感じか、サムネイルはどんな感じか、動画の内容や編集はどんな感じになっているのか、あとは話すテンポや話す順番はどういう順番で伝えているのかというのを研究するといいです。一番やってはいけないことはどういうことかというと、まあ、自分がこの動画作りたい、この動画上げたいから、じゃあ撮ろう、編集しよう、上げよう、これはもう限りなくうまくいかないですね。まあ、うまくいく場合もあるかもしれないですけど、それが勘になってしまいます。ですので、まあ、こういう動画を作ろうと思った時にその動画で需要があるかどうか、あれば OK、 ない場合は同じことを伝えるのにしてもちょっと切り取り方をずらしたら人気がある動画にならないからという形でリサーチをするわけですね。そこで最終的なタイトルとかサムネを決めます。同じ内容であってもタイトルやサムネによって反応が全然変わります。リサーチをするときにもう一個ちょっと面白い見方があるので、これも意識して見ておくといいと思います。すごい役に立つ動画なんだけど最後まで見れずに閉じてしまう動画と、なんとなくついつい最後まで見てしまう動画、チャンネル、こういうのがあると思いますので、ぜひあなたの中でその違いは何かというのをなんか意識しながらリサーチをするのも、これも一つ勉強になると思います。なので伸びてるチャンネルを見るのも大事なんですけども、伸びてないチャンネルはどういうチャンネルになっているのか、どういう動画になっているのかということを見ることによって、まあ、自分がそれをしなければ、それをしないだけでも、まあ、比較的いい動画、いいチャンネルになっていきます。あとこれ参考にするのはめちゃくちゃ有名な人のチャンネルにしない方がいいです。それ例えばチャンネル登録が少ないのにもかかわらず動画が伸びてる動画があれば、それはすごいいい動画ですね。影響力に頼ってなくて伸びてる動画なので、まあ、そういった動画を参考にする、そういった動画の題材を参考にするというのはとても有効な方法です。続いて3つ目、タイトルとサムネイルを変える。動画の内容にはすごい自信はあったんだけども意外と伸びなかったっていう動画があなたの中にあったとしましょう。その場合はタイトルとサムネイルを変えてみましょう。サムネイルをものすごくインパクトあるものに変える、タイトルの打ち出し方を変える、それだけで動画が伸びることがあります。実際僕も全然伸びなかった動画をタイトルやサムネイルを変えたことによってガンと一気に伸びた動画もいくつかあります。ですので、まあ、これはすごい簡単なのでぜひぜひねやってみていただければと思います。ちょっとお水をいただきます。はい、ちょっと昨日ね伸びすぎてしまったので、はい、ということで今日は無名でもチャンネル登録1000人を達成する YouTube 戦略についてお伝えしました。まあ、これは実際僕がやったことのごく一部ではあります。この全部やったことをお伝えしようと思うとこの動画がおそらく2時間コースぐらいになってしまいますので、まあ、今日はポイントだけをかいつまんでお話ししました。もっと詳しく知りたいという方はそのうちもしかしたら YouTube のそういった動画をまとめたものを作って販売するかもしれないので、その時には概要欄には載せておきます。まあ、今 YouTube が伸びる時期だからこのチャンスにしっかり伸ばしたいという方は僕が 4U というウェブコミュニティを運営しています。そこでは
YouTube の攻略方法とか最新の攻略方法とかっていうのを随時シェアをしています。また YouTube 以外の SNS とかオンライン活用の方法についても、みんなが成長していけるようなコミュニティになっております。また個別コンサルティングもついてますので、一人だと心が折れてしまうのは難しいなという場合は、ぜひコミュニティでもお待ちしております。このチャンネルでは今後もこういった YouTube の情報や最新のウェブ活用の情報についてもお伝えしていきますので、よかったらチャンネル登録、グッド評価お願いします。まだまだこのチャンネルも伸ばしていこうと思っておりますチャンネル登録2000人ぐらいいったらライブ配信なんかもやってみようかなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ今後とも応援よろしくお願いします。では今日も見てくれてありがとう。またねー。